すする TV ゼレゼレどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はまた来ちゃいましたということでこちらです。ドン！ JR 川越駅から車で5分くらいのところにあります麺屋ほまれさんにお邪魔してます。前回は程よく痺れる山椒とこってりすぎないさらっと食べやすい印象だったマーラー味噌ラーメンをいただきました。今回は新メニューが出たらしく常連さんに呼ばれてきちゃいましたということで早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ麺屋ほまれさん食決定です。今回は悩んだ結果限定の麻婆麺、さらに麻婆丼をやることも見越して小ライスもプッシュしました。ラーメン到着前にこの日呼んでいただいた常連さんたちと一緒に餃子やチャーハンをつまんだりしながら待ってるだー。こちらが麺屋ほまれさんの麻婆麺です。のーい、辛そうでもあり濃厚そうでもある、思わずお腹が鳴るビジュアル。山椒のいい香りもするぞってことでいただきます。まずはスープを飲んでみると、おーい、キリッとうまい鶏ガラスープとしっかり辛くも抜群のうまさな麻婆が合わさってベリーナイス。これには三宅裕司もびっくりで、熱々でなければグイグイ飲んじゃうやつです。ではお次に麻婆の海から麺を引っ張り出して十分フーフーしたらそうするくなーん。ビリビリっとくるホワジャオのしびれがまさにクラッシュ麺で、正直スープを飲んだ時点でこりゃ麺で食べてもうまそうとは思ったけど、見事に予想以上のうまさ。豆腐やひき肉も申し分なく入っていて、麺と絡めさせればすする T シャツを壁に飾ってくれているのと同じくらい幸福なハーモニーがやってきます。セルフマモード今日やってよ。いいですね、セルフマモードやんなきゃダメですもん。ダメだよという常連さんのご期待に沿ってセルフ麻婆丼やっちゃいましょう。ここでも豆腐やひき肉がたっぷり入っていることが伺えますね。それでは満足いくまで小ライスの上に乗せたらよっしゃ食らうバイーン。麺で食べてももちろんうまいけど、やっぱり麻婆はご飯で食べてもうまいということを即座に再確認。そこへ負けじとしびれを切らした麺がやってきますが、まだまだスープのしびれは切れず、そう麻婆だけにねってな感じで残りの麺は一瞬ですすり切ってしまったので、あとは米を食らいまくるだけ。締めにビリッとスープを味わえば本日も完食です。大変美味しくすれました。本格的な辛さもありながらしっかりと旨味を感じる一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ほまれさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。麻婆感が強すぎないさっぱり系の麻婆麺でしたね。今まで食べたことがある麻婆麺ってかなりスープが濃厚で麻婆のドロッとした感じが残ってるのが多かったんですけど、ここのはスープベースでさらっとしつつも旨味はしっかりあるというタイプで、むしろ個人的にはこのタイプの方が好きですね。麺は小麦の香り豊かなストレート麺で、太すぎず細すぎずなこの絶妙な太さがスープとのバランスもしっかり保っていて、全体の一体感にも一役買っていたなって感じがしましたね。そして最後は小ライスに麻婆スープをかけてセルフ麻婆丼で締めました。やっぱり麻婆にはご飯が欠かせないですね。ちなみに麻婆丼は Twitter 限定メニューなんですが、ほぼ毎日提供してるとのことでしたが、たまに提供しない日があるということだったので、そこら辺はぜひ Twitter で確認していただければと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋ほまれさんうま坊やーうまいゼレゼレどうすするです。ちょっと違うな。ゼレゼレ、あーちょっと違うな。